明るい未来は教育にかかっていると思います。子どもたちが誇りを持って生きていける大分県にしたいんです。私は子どもの時に日本人であることに誇りを持てませんでした。そして大人になって先人たちが尊い命を捧げこの国を支え守り続けてきたことを知った時にとても嬉しかったことを思い出します。そしてかつてのアジアの人たちも植民地支配から解放されたことをとても感謝しております。正しい歴史認識のもと自信を持って誇りを持って歩める環境づくりこそ教育の原点だと思います。徳高き子どもたちを育て善悪の判断がしっかりできる日本の未来を任せられる人材を作るのが私の夢です。自分の国に誇りを持てるからこそ自信を持って発展に力が入るなど思いませんか。この国を守りたい、未来を守りたい、愛しているから守りたいが私の信念です。次は交通網インフラの繁栄です。新幹線も必要ですよね。温泉県としても新幹線は観光産業を大活性化し、またビジネスにおいても景気も良くなりますよね。そして皆さん、大分に地下鉄があったら便利だと思いませんか。大分と別府も地下鉄を結び、地下の活用をもっと考えて経済効果を高めていきましょう。大分と四国にトンネルか関門海峡のような橋を作り、すぐに行き来ができたら、海の幸、山の幸をもっと多くの皆様に堪能していただけますよね。観光の面でもビジネスの面でも一層の経済効果が期待できます。ワクワクしませんか。この発展繁栄の姿を一緒にイメージしましょう。明るい未来社会を作るのはあなたと上田敦子です。